最近寒くなってきましたね。ディウムカメです。ということですね、今回なんですけど、皆さん見てください。僕が手に持っている武器、そう、レイテック AMR ですよ。こいつさ、なんだかんだ新武器なんですけど、全く注目されてないこの新スナイパーっていうね。でなんですけども、今回こいつの特殊アタッチメントですね。この前さ、その AD 速度最速カスタムっていうのをやったじゃないですか。今回はその逆でですね、見て、機動性6っすよね。でですね、そのアークティックでもやったんで、どうせカメさん、はいはい、AD 速度が遅いだけでしょう。みたいな感じのコメントがあると思うんですけども、そうなんすよね。確かに今回のカスタムほら見てこれ。ADS 速度激遅っすね。多分これ ADS 知る間に地球ね、一周ぐらいできるんじゃないか。というような感じのこの速さなんですよ。しかもですね、これわかるこれ。リロード速度見て。リロキャーありでこんな感じ。ガチャコン！めちゃめちゃ遅いじゃないですか。しかもですね、これ一番言いたいのがこれですよ。移動速度わかるこれ。めっちゃ遅いのわかる。しかもね、もう一つ言っていい。もう一個ひどいところがあって、一番これが言いたいですよ。見てください。いくよ。わかるこれ。バカみたいに遅くのこれ。ウサギっすよね。ちなみになんですけども、ショットガンとかっていう通常の武器はこんな感じですね。まあ普通にできるじゃないですか。サーチとかだったら、これでね、足音を消して移動とかできると思うんですけども。でもこのレイティック AMR の場合は、ほらこんな感じの。まあ歩いたら終わりっすね。もうこのしゃがんだ瞬間に死亡するみたいなね、感じの武器となっております。これすごいな、これ。なんか YouTube でさ、よくこういうお部屋紹介のやつあるじゃん。こういうなんか番組見たぞ、俺は。ブチブチにするぞ！おい、なんやこいつ！こいつ、こいつ。なんかいきなりサーバイト投げてきていいけど、これふざけんなよ、こいつ。取り込まやつけるわ。なんなん、こいつ。は？はぁ？ちょっと待って。おい、乳首ドリルすな、こいつ。乳首ドリルすな。やめろ、お前。マジでやめろ、乳首ドリルすな、お前、マジでお前。まあね、こいつ、レイティック AMR ちょっと分からしていきたいところなんですけども、なんやろ。そんななんか俺に恨みでもあったのかな。俺の、なんていうの、喋れるようになったよスキンが嫌なとか、ちょ、やっていこう、行きましょうか。でもさ、なんていうの、本当にこのハーポとドミニア同じ人しかマッチングせんということで、B 入っとんない ?B ぼこしていこうか。はい、はい、はい、ふぅーいいっすねー。ちょ、待って、なんかね、気分はもう、NA45 使ってる気分。OK、これしっかり A 取っていってもらっての、こっからじゃ、お前、どこで来るって。こっから見えるんですよ、あそこの人。おらんか。OK、これ、オンの下に。OK、それ、世界の角待ちポジ、オンな。こいつやろ！お前、来いよ、マジ。OK、いったん、それかって、UAB ってショッカル C 出して、OK、いいっすね、ナイス、いいっすね。いやー、これ取ろうぜ、これ C。お前ら C 取ろうぜ、これ。しっかりね、これ SR でも C を取っていくっていうね。一旦買っていくいいですね。これクイックショットっていうんですか。で、またサーマイト野郎どこ行きやがった。いやー、これ B 取っとしな。どうしたやろ。一旦買って UAV 出して、下から絶対に一人は来ると思うけど、なんかそれ対クッションな。偉いけどもしっかり買っていくわ。さてさてさて、ここから来てない。オッケー、一旦買っていく、いいですね。そしてこれ待って、このね、バリスティックシールドがあるから、オッケー、このバリスティックシールド絶対取る。間違いない。一旦これ取っていってもらっていくだけで、これがね、やっぱりそのバリスティックシールドの戦い方っすよ。ちょっとお前らマジ俺に任せろ。一旦そこって UAV 出しての、いやー、これ待って、絶対 C 防衛する。一回それも勝って、これマジでさ、俺ドミネーションの最強スコアストリー、これバリスティックシールドやと思ってるけど、どう、みんな。うわー、ちょっと待って、落ち着け。うわー、なんかもう勝ってるかと思ってたけど普通に負けてるわということで、いやー、でもこれどうするか。ほら待って、これ15×16、お前どう、お前 MXN とか使ってんのと俺より切る資料最低でも、ほら、もうなんかさ、なんかこれチンピニマンとかチンポとかさ、なんかもうクソみたいな名前のやつしかいねえっていうような感じなんですけど、ちょっと出してんの。いやー、ちょっと待って、キモいな。やってること相当キモいぞ。いや、お前取れよ。俺は、俺3番2回俺に任せろ。はい、軽い、こういうこと。で、いいよ。で、これまだ来てんな。OK、一旦そこも買っていって、で、UAV 出たよ。うわっ！ちょっと待って、落ち着け。じゃあ、いろいろかますか。いや、これ、重い騎士は効かんとは。絶対ここから来るやろ。いや、来へんか。ナイス。OK。いやー、これ A 防衛しようか。A、こっちから行けば、多分ね、こんな感じに、見れると思うんすよ。あー、ナイス。で、これ多分来るから。お前、クソ！はぁ！勘弁してや、亀さん。
遅いな、リロードが。はい、乗ってるか。いや、当たってる。なんかもうやってること NA45 と同じやんか。これさ、いや、女、いや、反射当てる。いった、その回ってる。で、でかいでかい、ナイス、いいよ。来てるよ、これ、PPM。はい、そこも買っていく。で、これ、キネティック。で、今ね、お前、それはエロい。それはマジでもったいなす、それマジでもったいなすぎる。どうするの？はい、おつ。いやー、てかもうさ、なんでこのなんかスワームとやめてくれ。ちょっと待って。いや、これ取りたいけどさ、行ったほうがいい。もうお前、おっぱいやめろ、おっぱい。うわーなんだこれ、なんだからもうポイント終わってるで。で、これ多分ね、2回なんか SR おるから。いや、まだおらんか。ナイスナイスナイス。で、これちょっと待って。どういうことやどういうことや。いや、でも言うてちょ、これはもう許してくれ。俺悪くないやろ、これは。あー、無理か。いや、でもこれちょっと待ってよ、俺これ怒っていいっすか。俺これ物申しいいっすか。これさ、思ったんがさ、なんで俺 SR の最予想カスタムなのに、俺が10人の中でキルトップなんすか。しかも旗も入っちゃって、しかもなんか相手全員、あ、なんか、お前したい、お前偉いな、お前偉い、お前、俺にサーマイトくっつけてきた、お前。じゃあ2試合目やっていくんですけども、現在ね、なんと、まあ朝やろ、朝って言う人もおる。うん。でね、俺の心臓の鼓動を聞いてくれ。ピーっていうわけなんですよ。なんですけどもね、もう自分をこの自ら震え立たせてですね、やっていきたいなと思っています。レッツゴー。まあでも言うてね、今日学校なんですよ。もう今日学校で、もう3時半に動画を撮って、7時に起きるっていうね、なんかもう地獄いつか死ぬんじゃねえかみたいな感じの生活を送ってるわけなんですけど、もう頑張っていきましょうか。いきますよ、お前ら。さてさてさて、これ開幕的どこにいるんでしょうか。でもいいね、これ。はい、4つ。危ないね、それ。危ないね。いや、2回のそれやってくれないか。一旦これは、まあ、言うてそこから B 入れるんで、okay、これもう一人大丈夫か。もう B の守護神になるわ。ニカおら大丈夫。あ、ニカおんのか、まだ。はい、4つ。いいっすね。これ、リリリでもしっかりね、これ、芝居ていくっていうね。でもこれ、B いつ取るかな。でもセンターから来てないか。ダンス受かって。はい、4つ。あー、さすがの2人もですね。そしてこれは、電車にいるね、これ、SKS が。ハーシの、OK？ もう一人来るね、これ。ハーシっていうの抜けないかよ。2回やな、これ。待って。落ち着きか。あー、もう惜しい。それ勝って、B 勝ってね。もうカメさんのこの幸せな、この睡眠生活が待っていたので。OK、いいっすね。で、はい、4つ。いいっすね。そして、ちょっと切りいこうぜ。いいね。SK、落ち着きか。勝って、絶対来る、これ。絶対来る。もう、やめ、よし、いいよ、いいよ。もう一人来る、大丈夫、これ。一旦これ、リロードかまして、ちょっと待てよ。待って、なんでエリー攻めた。これ絶対来るやろ。たぶんまた俺のこと殺しに来るよ、これ。来いよ、お前。ちょっと待って。じゃあこれもうなんか俺のことめっちゃ無視されてるわ。もうバカにされてる。じゃあこれは。じゃあそれ買っていく。もう一人一緒に SSK。じゃあそれ買っていく。で、もうこのまま B 取っちゃおうか。じゃあそれもう。それ買っていく。いやー、マジか、それセンターから撃たれたか。いやー、MX やおうのか。俺のこと殺す気まんまやな。はい、来い、バーカ。いいっすね、これ。かましていく。待って。なんかね、MX9 と戦いすぎて、MX9 普通に打ち勝てるようになったわ。ここのポジから、ひたすら、枯れることができる。待って。枯れることができる。いったこの2つ出していく。いいっすね、このハッピーセット。そして、このリロードが、遅い。オーケー、これ待って。ここから来るんじゃないですか。いや、でもそこを見てくれるか。でも多分ね、あそこ見えるんですよ。顔出すよ。いいっすね、これ。待って、ジャンピング方式。そしてこのビールで頑張れ、震え立たせろ、この体を。このもう終わってる満身創痍の体を震え立たせてくれということですね。いや、それフォルダさすがにきついな。オッケー、頑張るぜ。自分の体に言い聞かせていく。そういうすることによってですね、なんかやばい、まあ、なんかもう視力 0.01 ぐらいになってるわ。じゃあ買っていく。オッケー、頑張れ。これは一旦、はい、お疲れ様です。伏せ打ちなんかしても意味ありません。もう全員しばくまして。ほらほら、撃ってよ。ほら、俺のスコア。この行為が彼の心に火をつけてしまった。お前、マジで、お前、死体撃ちやがったの、今。お前、死体にサーマイト投げやがったの、お前、マジで。マジで、俺に火をつけやがったの、ということですね。ちょ、今からマジで、イメイクさえ使いたいところなんですけども。タイミング見ようぜ。これ、多分、下の女。はい、はい、オッケー、一旦勝っていこう。ほら、みんな。俺を任せろ。防御。
そういうところは俺に任せろ。いいっすね、これ取れるぞ。何か、はい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 、あ、いい、いけるぞ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 、絶対来る、絶対来る、絶対来る。これ先手やな、これ。いや、医療とか遅い。いや、いける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 。もうあの最後のちょイメージ使っていい、これマジで。これ絶対貸して、これ。あー、もう泣きそう俺。あー、もう無理。ごめんみんな。ちょ待って、まだいける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 。まだがすかれ、まだがすかれ。はい、出た。ちょ待って、これいけるか、これ一点取りで。もうほんま不屈、ほんまだ。もうもうもう不屈無理やって。もうほんま、何このゲーム。いや楽しいよ、楽しいんだけども、多分ね、この疲れ切ってるからこそね、多分俺はガチになるんだろうね。ここまで多分おかしくなるんだろうね俺は。いやこれさ、梅さん直してほしい。これはね、多分実力でどうこうできる問題じゃないと思う。あの、ね、プロゲーマーのそのランクマッチ配信とか見てるんですけど、実際みんなね、負けちゃうから、やっぱりそのソロランでやるとね、パーティーでやるとまあ勝てると思うんですけど、でも今回待って、いやほら28キルもしてるって、ブチブチにするぞ。ということで今回どうだったでしょうか。レイテック A 丸の最優秀カスタムだったんですけども、これからもですね、こういったような面白カスタムの動画などなどやっていきますので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。